はい、のチャンネルです。下半身のストレッチ、肩周りの上半身のストレッチ、首周りのストレッチ、これをやるのは、とてもいいんですけども、結構骨が折れるというか、覚悟を決めてやらなきゃいけないんで、それこそ15分か30分に一遍軽くやる、ストレッチをお話ししたいんですけれども、練習の合間にちょこちょこやってほしいストレッチがあります。ガチではないやつですね。できれば15分に1回30分に1回やってほしいです。フルートに限らず全部の楽器ですが、特に今回はフルートに突出して、お話ししたいと思います。はい、まずね、フルートってどうしてもこう構えていって、あの右の肘が体の内側に入ってしまうので、ここはどうしてもあの縮んでしまうんですね。この部分、そこを伸ばしましょう。はい、まず手を、まあ、壁に近いところに足を置いてですね、まあ、この場合左手なんですけど、まっすぐ伸ばして手のひら上向きで、小指から、腕の付け根までの線はまっすぐ伸ばしましょう。それで斜め45度に壁に当ててください。そしたらですね、ゆっくりでいいですよ。体をひねっていきましょう。はい、右側を向いていきます。はい、肘と手を伸ばしたままですよ。はい、ちょっと小指の先がビリビリする感じ、人差し指がビリビリする、これが大事なんですね。指の練習をやった後に、どうやっても指が回らない時にここが詰まっていることが多い。なのでこれは割と多めにやってください。できれば15分30分に一遍これをやってほしい。はい、伸びますね。ずっと腰も入れていって、だんだん伸びるでしょ、ギリギリのところで。はい、戻しましょう。はい、同じことを反対側でもやりましょう。いきますよ。肘は伸ばしといて、手のひらも伸ばして上ね。で斜め45度にチョップを食らわす感じ。はい、ずっとこの場合だと左に回転していって、こう伸びますね。はい、これがねできれば、15分10分30分にいっぺんはやってほしい、ね。そして、まあ、軽くこうして手を前に、頭を後ろに、軽くでいいですよこれはね。はい、それでつま先で立ってトントン肩を回すと。でもう一つ最後に、背骨の歪みを全体的に取りたいんで、ちょっとみんな見てないところでやってくださいね。はい、完全に手を上に伸ばしてください。手のひらの角度はどこでもいいです。まあ、うちが手のひら同士こう向いてていいですね。はい、それで背伸びしてみてください。それで口を思いっきり開ける、ちょっとあのアホ面になっていいので完全に開けてください。鼻の穴も開けて、はい、一気に緩めます。これで完全に、背骨、の位置も治りましたので、このストレッチとあと下半身の軽いストレッチ、まあ、今からやるんですけども、それとセットで、やってください。それの後半がですね、これですね、腰のストレッチ。これはあの腰痛の方にとてもいい、体操なので一瞬で終わりますんでね。まずこうブランと、肩幅ぐらいに足を広げてですね、前屈してください。そしたらこれをグッと持ってきて、こういう形、お腹に、樽が乗っかってるようにして、はい、これで前後左右に5回ですね。これで腰の歪みが取れます。練習中はね、脊柱起立筋使いますから、ここに、疲れが出るんで、これが一瞬でほぐれました。先ほどの、腕のストレッチとセットでやってください。これは本当に15分か30分に一遍やってもらいたいと思ってます。はい、チャンネル登録、グッドボタン、コメント欄よろしくお願い申し上げます。のずチャンネルでした。